プロボクシングの2階級4団体統一戦26日有明アリーナに挑む WBC&WBO 世界スーパーバンタム級王者の井上直也30大橋が15日横浜の大橋ジムで公開練習を行った WBA スーパー &IBF 同級王者のマーロンタパレス31フィリピン とのビッグマッチに備えてのスパーリングは過去最多の116ラウンド。井上は、楽勝ムードを吹っ飛ばしたかった。凄まじいモチベーション、と、史上二人目となる偉業達成に万全の準備を終えたことを明かした。画像、あの美女格闘家が刺激的なへそ出しコーデでパキパキの腹筋疲労凄まじいくらいのモチベーション。報道陣に囲まれ、シャドウとサンドバッグ打ちだけを軽く披露。 写真、山口広明。顔を見た瞬間に、え、と驚いた。なんと無敵のモンスターの左目の下付近に青炭ができていたのだ。転んじゃったんですよ。質疑で記者から、そこを突っ込まれた井上は、いたずらっ子のように笑ってごまかしたが、間違いなくスパーリングでパンチを浴びてできたうち出血だ。打たせずに打つ、思っとうとする井上にしては非常に珍しい。 左目に青単ができたということは、右のパンチをもらったということ。タパレスを想定して、サウスポーが相手だから、フックか、ジャブになるが、ヘッドギアをしているので、あの場所の被弾は、おそらく右のジャブ。ごちゃついた際の出会い頭か、それとも、井上が何かを試そうとした時に撃たれたのか。無敵チャンプに異常発生。答えはノー大橋秀幸会長が言う、 二人ずつ交代で四人を呼んだメキシコ人のパートナーが強かった。スピード、パワーがあって、打たれ強く、倒されても、ひるまずに向かってくる。カウンターも打ってくるしね、それぞれタイプが違い、パンチの出所も違っていてすごくいい練習になった、メキシコから世界ランカーで7月に日本飛行人のイボ世界同級王座を獲得したばかりのエリック・ロブレス。23。 世界王者とのスパー経験が豊富で10戦無敗。3分、ノホセアンヘルガルシア、25、ライオニーンを交代で呼び、過去最多となる116ラウンドのスパーを消化した。シンゴトレーナーも、青タン、スパー相手が良かったんですよ。しかも階級が上で減量もなく元気いっぱいで、こちらは減量で疲労が蓄積している状況だからね。いい練習になった。フルトン戦前に8、10ラウンドほどだったから、 116ラウンドは過去最多のスパー数だと思う。これだけやったという自信に変わる、と理由を説明した。その傷が示しているものはタパレス戦に備えて積み重ねた尋常ではないトレーニングの量と質に他ならない。特に井上家では、スパーで全力、本気を出すことが哲学なので、パンチをもらう場面も出てくる。スーパーバンタム級に上げ、 1.8キロリミットが増えて減量が若干楽になり、体重調整のためではない練習に集中できるようになった。これまでは、週に月曜と木曜の2日間がスパーリーグの日だったが、今回は月曜、水曜、金曜と3日間に増えた。加えて7月のスティーブン・フルトン、米国、戦前は、左の拳を痛めて試合が延期となり、トレーニングのスタートも遅れた。だが、 今回はアクシデントもなく、井上自身も、練習の量、質、ともに前回よりも高めていくという中でラウンド数が増えた。それは試合当日にプラスになる、と、仕上がりに手応えを感じている。スーパーバンタム級への転級2戦目となりコンディション調整も改善させた。前回は少し早く減量に入りすぎた。今回は体重、筋量を残しながら調整している。 その分、よりパワーが増すのかもしれない。